もうなんかメッシが来ない、メッシを引けないということが日常になってきてる。慣れてきちゃってるわ。うん。だから今日は絶対それを変えたい。これはね、ドキュメンタリーですよ。パパパパパパパ、来た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 。はっはっはっは、邪魔くんちチャンネル、パー邪魔でございます。今日はメッシのために早めに寝ようと思って、昨日の何ぐらい、何10時ぐらいですかね、9時とか10時ぐらい夜のね、寝て起きたら熱出てました。しんどいです。もうこれですよ、これ、うん、もう俺の細胞が今日が来ることを拒んでいるね、うん、拒んざめ、魚類で言ったらね、うん、動物で言ったら小判とヒヒ、はい、それだけ分かっていただいたらね、もうサクッとこれは言っちゃわないといけないよ、うん。さあ、バルサ、レアル、マジョルカで、マジョルカは100回で、あ、金取るんだ、あれ無料みたいな、誰かが言ってたけどな、無料でなんか2人ずつ取れるよみたいな、誰か言ってなかったかな。まあ普通に久保くん狙いますか。まあ能力はもう分かってるでしょ、久保くんぐらいしかいらないよっていうことでね、久保くんが来てくれたら、まあ久保くんファンにはね失礼ですけど、これはもう前座ですよね。左足、あれびっくりした、え、久保くんって左利きだよね確か。アンディ・ブディミルだった、190cm。アンディ・ブディミル30まで上がってキック力は微妙だし、プレイヤースキルもね、足裏コントロールしかないという。お前はまずシュートを決めろと、シュート系のスキルを磨いてこいってことですけど、もう声も出ませんな、大きい声出したらもう頭のこの辺が満身創痍ですよ。どうなんでしょうね、ここで久保くんを引かない方が、まあ、バルサガチャのために運を残しとくという意味では、ここで久保くんを引かん方がいいかもな。まあ、久保くんとメッシどっちが欲しいって言ったら、まあ、久保くんもいいけどやっぱりメッシが欲しい。お ?22 番あ、びっくりしたやん、アンディ・ブディミルやん、打ったんでね。まあこれはちょっとレビューしていきたいと思いますけども、なんとかね、なんとか久保くんを引かずに運をね取っとくことに成功しました。これだって引かなかったら15回目記録更新じゃん。とりあえず能力見てみましょう。セルヒオラモス、なんかねちょっとずつ強くなってる説があるという噂来てますけども、80から81、フィジコンが80、まあでも言うてそんな、うん、まあ言うてって感じでしょうね。正直ラモスをセンターバックで使ってる人はもういません。サイドバックでしょうかね、カリム・ベンゼマ、この人はね強いですよ本当に。まあ好みじゃないんであんま使ってないですけど、普通にもう点取りますよ、うん、スルーパス、スピード、瞬発、21だから3上がり、スピード83、瞬発88、まあこの辺はやっぱスピード物足りないし、フィジカルも89、82とかいうね、中途半端な体の強さだけど、やっぱボールコントロール99、狭いとこでもピタッとトラップしてすぐズドンってシュート打てるんで、こいつはいい。狭いとこで、あとワンタッチパスかなんか持ってるよね。うん、あれワンタッチパス持ってないな、うん、ワンタッチシュートか、だから狭いとこでキュ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 ってやるにはもうかなりいいですね、トニー・クロースということで。まあ、プレーメーカーがやっぱ邪魔してるという説はありますね。まあ、2トップとかであればまだまだ使えるんでしょうけどもね、今主流の3トップで中盤3枚、そのうちの1人をトニー・クロースにしちゃうと、まあ2ボラみたいな形になっちゃうんで、やっぱりこう今作2ボラいてもほとんど仕事してないんで、1ボラでええんちゃうかという噂ありますね。だからもうプレーメーカーっていう時点でもうちょっと僕の中では仙外と。クルトワがめっちゃ強いって人がいますよ、本当かと。23でしょ、
サブロック18、シロック24、3から4上がり。まあ言っても GK センス98、やっぱ守備的っていうのが強いのかな。クロトはちょっとぜひね取ってチェックしてみたいところです。マルセロが22、また3上がり。オフェンスセンスが89、ボールコントロール93、ドリブルが91、ボールキープ92、グランダーパス89、フライパスが91、スピード88、瞬発が90、ボディコンが88、スタミナが足りないな。スタミナ82かサイドバックで、まあ、ちょっとねプレイヤースキルもインサイインナーラップサイドバックもね正直よく分かんないみたいなね、何してんのかが分かんないみたいな謎キャラ。ベイルは欲しいな。3上がり。オフェンスセンス86、ボールコントロール91、ドリブル93、ボールキープ88、グラウンドアップス87、フライパス82、スピード98、瞬発93、フィジカル強いもんね、87、ボディコン88。これはね、ベイルってライブアップでどうなのかな。普通に俺ベイル大好きだから使いたいんだよね。ハメスのロドちゃん来ましたよ。プレースタイルはナンバー10。3上がり。オフェンスセンス88、ボールコントロール93、ドリブルが90、ボールキープ92、グランダーパス93、フライパス94、決定力90、スピードが79、瞬発85、キック力95、ボディコン85、スタミナが79。まあナンバー10に関しては何やってるか分かんないけど、あのプレーメーカーかみたいにあの邪魔はしないんで悪くはないですね。うん、結構強そう。さあバルベルデめっちゃ強いよ絶対。これ大当たりだ絶対。41でしょ、41だから、6、8、18、6、7、6、42、まあ7、6から7上がると、こっからでボックス2ボックス7上がったとして、オフェンスセンスが85、ボールコントロールが89、ドリブルが90、93、ウォールキープが92、グラウンダーパスが91、フライパスが88、決定力が79、ヘディングが77、スピードが、ディフェンスセンスか、ディフェンスセンスが76、ボールダッシュが78、アグレッシブネスが92、スピードが、91か、瞬発が89、キック力が92、フィジコンが、あ、強いね、フィジコンが86、ボディコンが85、ん？違うな、俺頭おかしくなってんだ今日。いつもは間違いないはずの足し算を間違いまくってる。7足すんだから85か、合ってるな。スタミナ89、ボックスでボックス、コントロールカーブ、ミドルシュート、ワンタッチパス、スルーパス、インターセプト、逃走陣、ワンタッチパス、スルーパス、ワンタッチシュートとかスルーパス持ってるね。あとはまあパス系のスキルか。182センチか、あ、まあ190とかあればドリブル系のちょっとねルーレットとかあれば助かる時もあるけど、バルベルでしょこれ。大当たりはバルベルで、ベンゼマ、クルトワとかじゃないですか。まあラモスもね、サイドバック持ってない人はかなり激アツということで、まあでもこれはね前座ですから、俺はメッシュを当てるために今日早起きしてんの、この日を迎えてんの。だからもう外していきたい、逆にね、外していきたい。右足で、あ、ベンちゃんじゃない？やった、あ、ベンちゃん？俺結構ベンちゃん毎回当ててない？やばそうな顔ね。絶対やばいもんな、ベンちゃんな。まあちょっとまあでもみんなの中では当たりかもしれないけど、俺は持ってるんでベンちゃんは。まあ本当外れ。メッシのために取っといてる。言えるんじゃないでしょうか。来た。あ、これいいよ、これチェックしたいね。クルトワが最強だっていう人いるからね。これはもう熱なかったらこれでしょ、熱なかったらこれだ、出てたよ。いやちょっといいの引いちゃったな。ちょっといいの引いちゃった。メッシ以外はもうゴミ引きでもいいな。そんぐらい俺はメッシ来たかった。で、バルセロナはメッシ3連引き、うん、あーは、はだ、ちょっと嫌な予感するな。マジョルカも2連続で引いたでしょ。
で、レアルも2連続できたでしょ。だから1枚被るんだよ、今日は。だからそのガチャのうち3人取れるわけじゃなくて、今日は2人しか取れないっちゅうことや。ああ。いよいよ来ました、メッシベテランの生命。いきますよ、リオネル・メッシ。もう強いよね、絶対ね。スピード87だ。木曜日のメッシがいかに強かったかってことやな。17だから、まあ3ぐらい上がるかな、スピードね。90とかになるってことよ。でオフェンスセンス、ボールコントロール、ドリブル、ボールキープが99、グランダーパスが92、フライパスが89、決定力99。これ持ってないやついんのと。あ、スアレスいいな。絶対強いよね、スアレスね。サブロック18だから3上がり。オフェンスセンス98、決定力が95、スピード83、瞬発88、フィジコンが91、ボディコン93。絶対強いやん、これ。ラインブレーカーでしょ。もう絶対強いやん。スアレス欲しい。メッシスアレス欲しい。あ、ピケも欲しいな。てか、去年さ、ピケ全然使えなかったのに俺ピケコンプしてんの。今年。ピケめっちゃ強いのに全然来ない。28、3上がりのグランドパスが89、フライパスが88、ヘディング97、ディフェンスセンス99、ボールダッシュ96、スピード80、瞬発75、キック力85、ジャンプ91、フィジコンが94。絶対強い。なんかね、ピケは不思議な強さがある。ブスケツも強いらしいよ。俺はロドリがいるんでロドリ使ってるんですけど、ブスケツも余裕で使える。でパスのね、読みもいいしね。ディフェンスセンス95でしょ。ボールコントロールが、ボールダッシュか、ボールダッシュ92、アグレッシブネス88で、パスも伸びるし、あの99までいくしね。フライパスは93、後半7、マリーシャ、インターセプト、キャプテンシー、いやいいね。でフィジカルも結構強いよ。90ぐらいまでいかなかったっけな。あ、俺が持ってたやつだけいくのかな。あ、グリマン来た、左足。あ、グリマン俺持ってるっけ。 FP 多分ノーマルしか持ってないんだよな。90だ、3上がるから、スピードが90、瞬発93、キック力96。キック力高えな。キック力95、グランダーパス88、オフェンスセンス94、ボールコントロール91。うわ、強そう。2列目からの飛び出しで、で背足定義が強いって言ってる人いるね。絶対強くないわ。もう身長187cm は強いわけないや。いらん。ジョルディ・アルバ、ちょっと強くない、なんか。え、なんか結構、瞬発6上がってんの、どういうこと。スタミナ3上がってて、スタミナが93までいく。スピード98、瞬発99で、ディフェンスセンスが88、ボールダッシュが88、ディフェンスセンス83、ドリブル86、ボールキープ89、グランダーパス88、フライパス83、決定力79。え、結構強くない。ただフィジカルが73でもう微妙って感じ。でも右だったらメッシとかだからいけるような気がするね。デヨングがね、微妙なんですよ。なんかね、悪くないんだけど、これというところがない。5、6上がりね。オフェンスセンスが85、ボールコントロールが97、ドリブルが、93、ボールキープ96、グランダパス93、フライパスが88、スピード89、瞬発が91、フィジコンが80か、ボディコンが88、スタミナが92ということで、悪くないんだけど、ま、やっぱりプレーメーカーが悪さしてる説はありますね。うん、ちょっと待ってね。俺が欲しいのはもちろんメッシ。欲が出たらメッシ、スアレス、ピケ、グリマン、このうちのね、3人が出たらもう神。とりあえず俺はメッシ欲しい。左足、左足来てくれ、左足頼みますって、マジでお願い。おい絶対強くないわ。もう身長187cm は強いわけないや。いらん。うわー、なんなのこれ。手足提言はいらんて。いらん、手足提言だけはマジでいらんかった。頼む、左足、左足、左足。
左足いや、ジュナル、グリマン来た。オッケー。しかし、メッシですよ。あ、グリマン来たね。グリマン来たぞ。これはいいわ。しかし、メッシ。頼むで。グリマン。左足。ちょ、マジでメッシ、一番綺麗だ、それは。それは一番綺麗。マジでメッシ、お願い、左足。もういつになったら来んの、ほんとなんなん、もう全然来ないじゃん、メッシ。もう15連続だよ。ちょ、確率計算して。15連続来ない。そんなことあるか。マジで来ないんじゃない。もう引かない方がいいような気がしてきた。バルセロナの CS マジで当たらんやん。こんなね、熱のある中よ。引いてさ、まあ、正直これはいらんよな。ベンちゃんはどうしような。ちょっと後で見てみよう。ベンちゃんをね、育成するかどうか。クルトワがこれで爆発してくれたらもう超嬉しい。お願いします。あ、1万6000か。10ぐらいいく。違う、16万じゃん。え、絶対レベマおじさんじゃん。たまにはいいこともあるっちゅうことか。意外といかないおじさん。あ、いったね。 GK センス98、キャッチング96。本当に強いんか、これで。ブスケツ、ベンちゃん、久保くんも来なかったしね、今思えば。やっぱ弱気だったのかな。なんかこう、久保くんは引かんでとかさ言うし、何がいけないんだろう。なんか悪い例とかに取りつかれてるよ、これ絶対。ちょ、次メッシ来るってなったらお払い行こうと思いますわ。なんか悪いスアレスの例とかに取り憑かれてるわ絶対。はぁ、本当にね、昨日の動画にジャマの元にメッシを変えてくれたみんな、ほとんどなかったけど、本当申し訳ない。次はいつ来るか分かりませんけどね、絶対に取りたいと思いますんで、ジャマに力をお願いします。さようなら。パー。